マラソンは福岡県北九州市の市政50周年を記念して2014年から毎年2月に開催される市民参加型マラソン大会。2013年2月10日に発足50周年を迎えた北九州市は市政50周年記念事業として様々な行事を約1年間に渡り展開し、一連の行事の最後を飾るものとして企画された。 当初は一回限りの予定であったが、総計で約1万人の出場枠に2倍以上の応募者があったことなどで続けてほしいという声も多かったことから、大会委員長の北橋健次市長は、大会終了後に継続開催に向けた検討を行うよう関係部署に指示し、2015年以降も継続されている。当初は2月上旬の開催であったが、 気候的に寒すぎたため参加者からの要望を受けて、第3回以降は、熊本城マラソンと同じ日に開催するようになっている。2021年は中止となった。フルマラソンの定員は1万人に設定され、その2割は、北九州市民優先枠と位置づけられた。ハーフマラソンと駅伝を組み合わせた、ペアリレーマラソンが100組200人。 3トルまたは5トルを走るファンランが1000人、それぞれ枠設定された。日本陸上競技連盟に公認されたマラソンコースには当初若松区をコースに加えることも検討されたものの、交通動脈である若戸トンネルや若戸大橋を長時間封鎖することで市民生活や経済活動に影響が出る懸念があったため断念した。 代わりとして、ニューイヤー駅伝の九州予選である毎日駅伝が、2016年から若松区内海遊コースに変更されている。フルマラソンペアリレーマラソンは9時スタートで、制限時間は6時間。ファンランは、マラソンゴールとなる国際会議場前を発着場所とし、10時スタートで、制限時間45分。マラソンの運営は、毎日新聞西部本社と、 RKB 毎日放送が中心的な役割を担う。RKB 毎日放送にて生中継。第1回は午後の12時58分15時24分に放送。第2回からは午前の部も加わり10時30分11時30分と12時57分から14時24分の放送。また第1回より午後の部は BSTBS で同時放送。 スタートホールは、ギラバンツ北九州が2016年まで本拠とした本城陸上競技場だが、若松区との境に近い場所にある。なお、福岡市の市民参加型マラソン大会である、福岡マラソンは、朝日新聞西部本社と九州朝日放送が特別公演。熊本城マラソンも同じプログラムによる IAF 公認大会となっている。北九州マラソン。 1>, 1万人回送。読売新聞西部版。http 九州。読売 COJP ニュースナショナル。2014万210オス 1t00228。htm 2014年2月14日閲覧。リストオブサーティファイドマラソンコースズイン2017。アズアット8マーチ2017。国際陸上競技連盟。2018年2月4日閲覧。 1>, 1万9 7人感想、真壁剛と、柿のもの未来 V 毎日新聞2016年2月21日、北九州マラソン川内祐希が大会新で V、毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/2018029/k00/00m/050/059000c2018 年2月18日閲覧。ラストラン黒木文太が8回目マラソンで、初 V スポーツ日本。https www スパニッキー COJP スポーツニュース2020 0 2 16記事 2020216S00056000214000Chtml 2020年2月16日閲覧速報大会運営結果について北九州マラソン組織委員会2016年2月21日速報 大会運営結果について、北九州マラソン組織委員会2017年2月19日、ありがとうございます。